遺産処理工学の授業を始めていきます。第1回、数え上げの基礎、二項係数と二項定理の話をしていきます。数え上げの基礎4回、この授業では初めに扱っていくんですけども、基礎的なことを今日やっていくということになります。で、二項係数とか二項定理、すでに知ってることかもしれませんけども、これらをどういうふうに使っていくのか、あるいはどういうふうに使えるのかってことを、学んでいくということになります。で、今日の目標ですね。この階乗とか二項係数、この二つの数を扱えるようになる。ようになる。あ、ちなみにこれ、数と読みます。ちょっとこれはちょっと、強調しておきましょうかね。数学においてこの漢字はですね、数と読むことになってますので、数と読みます。よく数と、訓読みは数なんですけども、数学においては数と読むことになってますので、ここでもそういうふうに読んでいきます。だから、数と読まないと。数です。で、階乗と二項係数。で、これ、扱えるってどういうことかっていうと、ここに書いてあるようなですね、視点、あるいはその観点をですね、ちゃんと使えるようになるということが重要です。で、特にこの組み合わせ的解釈っていうものがあるんですけども、これをですね、自由自在に使えるようになると、いろんなところでよろしいので、ぜひ、身につけてください。ではですね、まず、階乗からやっていきます。階乗、皆さん、ご存知だと思うんですけども、N という自然数。あ、ここではですね、自然数は0以上の整数のことを表すというふうにします。自然数と言ったら、0以上の整数。これはですね、ちょっと後で言いますけども、ここでは0以上の整数とします。で、自然数 N の階乗と言ったら、ここに表されているような自然数のこと、N からですね、順番に、かけていって、n-1 とかですね、n-2 かけていって、1までかけたもののことを n の階乗と呼ぶということですね。で、こういうふうに定義されると皆さんご存知だと思うんですけども、これ直感的な定義ですね。で、なんでこれ直感的って言ってるかっていうと、この点点点があるからです。これ点点点ですね。こういうものを見たら、これ皆さん曖昧だと思ってください。何がここに隠されてるのかってことは、気分で 推測してるわけです。n-1 できたら、一個ずつ降りていくんだろうなっていうふうに、気分で思ってるわけです。でもですね、例えばそういうふうに思わない人もいるかもしれない。あるいはですね、コンピューターに、じゃあ n の階乗って何ですかっていうふうに教えようと思って、このが点点点なんて、こういう、これプログラムでこう書けないわけですね。困っちゃうわけです。だから、これは、人間はこれでわかるかもしれませんけども、人間にしかわかんないってこと、これ、曖昧なわけですね。だから、これはあんまり定義の書き方としては良くないってわけです。で、先ほど言った通りですね、自然数なのかということをちょっと、補足すると、ここでは0以上の整数っていうふうにするんですけども、ですね、分野によって、何を自然数と思うのかっていうのが違います。で、分野といったときにですね、皆さん、数学といったらですね、一つの数学があるかのように幻想を抱いているかもしれませんけども、そんなことはなくてですね、数学といってもですね、その中にいろんな分野があるわけです。で、ですね。こういう言い方いいのかどうかわかりませんけども、離散数学とかですね、あるいはコンピュータサイエンスというものが数学の一部かどうかということは、議論があるかもしれませんけども、コンピュータサイエンスで数学を使うときにおいては、自然数を0以上の整数と扱うことが多いです。ただですね、今コンピュータサイエンスとか言ってしまいましたけども、ちょっと言い方が良くなかったかもしれませんね。だから、ですね、場合によって自然数が0以上の整数を表す場合と1以上の整数を表す場合っていうのが違ったりしますので、先ほどちょっとコンピュータサイエンスで言ったことはちょっとですね、困ったな。いいや。だから分野によって、その場合によって違ったりするので、自然数というときにはそれが何を意味するのかってことを、いちいち明示するってことが、割と重要になったりしますので、皆さんもですね、それは気をつけるようにしてください。普通の数学は、自然数といったら1以上の整数です。でも、ここでは0以上としています。ということで、これ、n が0の場合は、これ1だと しますね。ここの定義からするとちょっとよくわかりませんけども、1だとします。っていうふうに定義されるんですが、先ほど言ったとおり、これ曖昧なので、あんまりよろしくないと。じゃあ、ちゃんと、定義しようとしたらですね、どうなるのかと言われると、これはですね、こういうふうな再帰的な定義をするわけです。で、こういう定義の仕方は皆さんご存知だと思うわけですね。で、これは何かというと、n が0だったら1、階乗は1なんだけども、n が1以上の時には、n と n-1 の階乗の積ですよと。で、この n-1 の階乗っていうのは何なのかというと、それがまたこの式で定義されているということになるわけです。で、これ再帰的な定義っていうふうに言ったわけです。で、例えば、
じゃ3の階乗っていうのは何なのかってことをこう計算しようと思うときには、この定義に従うと3っていうのは1以上の自然数ですから、これなんですね。3の階乗は 3×2 の階乗になるわけです。で、そうすると、これですね。2の階乗って何ですかと。これ今わかんないわけです。あ、この定義上ではですね。で、そうすると、じゃあ2の階乗を、じゃあ次は計算しましょう。なるわけです。で、この定義に従うと、2の階乗、2は1以上の自然数ですから、2の階乗は 2×1 の階乗ですということになるわけですね。ね。じゃあ、1の階乗は何でしょう。1は1以上の整数ですから、自然数ですから、1の階乗は、この定義に従うと、1×0 の階乗ですというふうになります。ということで、で、じゃあ0の階乗は何ですかと。これ知ってるんですね。1です。ということで、ようやく、1の階乗が何だか分かって、それによって2の階乗が何だか分かる。それによって3の階乗が何だか分かる。6になる。ということで、まあ、この階乗が定まるというふうに、まあ、なるわけですね。いいですかね。で、まあ、これがその階乗の定義を再帰的に行う場合になるわけです。で、これ皆さんよくご存知なわけですね。で、今から考えたいのは、じゃあこの階乗っていうのが、まあ、そもそも何を表しているのかってことと、この階乗っていう、この、まあ、これ数列なわけですね。1、1、2、6、24、点点点ってこれ続いていく、数列なわけですけども、この数列は、やっぱこれ増加数列なわけです。これ増加数列。n が大きくなればなるほど大きくなっていく増加数列なんですけども、じゃあこの増加のスピードってどれぐらいなんでしょうということをちょっと考えてほしいわけです。で、ですね、増加のスピードはと。で、なんでそういうことを考えたいかっていうと、例えばですね、皆さん、その、アルゴリズムとかを考えるときに、オーダーとか考えるわけです。で、それはその増加のスピードを考えるわけですね。で、例えば、じゃあ、その、なんか、計算量が n の階乗ぐらいのなんかアルゴリズムがあったとしましょう。じゃあ、計算量が n の階乗のアルゴリズムと、例えば、100の n 乗。で、こういう2つの、計算量を持つアルゴリズムがあったとしたら、どちらが早いですか？全近的に。n がすごく大きいところでどちらが早いですかとかってことを、まあこれ、議論することが、まあ、アルゴリズム設計において、設計とか解析ですかね、においては、まあ必要なわけです。で、それをまあやっていきたいというわけですね。やっていきたいというわけなんです。で、そのためには、この n の階乗というか、今、この定義では何かその、よくわかんないものなわけです。で、そのよくわかんないものをもう少し詳しく知りたいということになるわけです。で、そうすると、100の n 乗と n の階乗、どちらが増加のスピードが速いのですかとかっていうことの問いに答えられるようになります。で、そういうことをやっていきたいっていうのは2つ目です。で、まずじゃあ1つ目、この階乗って何を表すんでしょうかということです。で、それは、割と皆さん、ご存知かもしれませんけども、これをですね、n の階乗っていうのは、区別できる n 個のものを一列に並べる方法の総数です。はい。で、まあ、このように、その、何か、この、なんか、組み合わせ的なものですね。なんか、二三的なものを使って、こういうその数列が何を表すのかってことを表現することを、組み合わせ的解釈というふうに言うことにします。コンビナトリアルインタープリテーション。はい。そうするとですね。まあ、今言ったのは何かっていうと、例えばこれ、n が4のとき、これ、4の階乗で24なんですけども、これは4つの区別できるものを1列に並べる方法の総数です。で、これ今ここに並べてます。この24通り。1、2、3、4っていう区別できるもの。まあ、その色が見える人は色でも区別されてるんですけども、それを1列に並べていくことかな。1列に並べて、区別してるということになります。でですね。こういうふうにですね。こうなんか、数列があったら、特にその数列の各項がですね、自然数、正の整数である場合には、それはですね、その何かその、組み合わせ的なもの、離散的なものをなんか数え上げているんだっていうふうに思ってください。思ってください。で、その思えると、いろんなことがですね、明確に考えやすくなったりします。で、これは今後で、まあ、出てきますけども、まあ、格言としては、組み合わせの等式は組み合わせ解釈で直感的に理解するように、しましょう。理解できるようになりましょう。ということになります。で、まあ、階乗の場合はこうなんですけども、この後二項係数の話をしていきますけども、二項係数においては、この格言に沿った内容をやっていくということになります。はい。で、これが一つ目ですね。この、
会場は何を表すんでしょうかということです。では、じゃあ会場、その増加のスピードどんなもんでしょうという話を次していきます。で、会場についてはですね、こういうその重要な性質がありまして、これスターリングの公式というふうに呼ばれています。これ何かというとですね、N の会場っていうのは実は、こういうものですよと。で、ちょっとこれちょっと注意しなくちゃいけないのは、ここにですね、なんか線ができましたね。ですね、ここに 線を引きすぎた。ちょっとすみません、なんか、反応が悪いんですが、ちょっと遅いんですよ。ここに、これ、オーダー記号があります。で、まあ、オーダー記号の定義は、皆さん、別の授業でやってると思うので、ここではしないんですけれども、だから、これ、イコールって言ってるんですけども、だから、これ、全近的な話なんです。全近的な、N がすごく大きいときに、これになりましょう。で、これって言ってるのも、このオーダー記号ですから、この部分は、まあ、N が大きくなると、N 分の1のオーダーで、まあ、だんだん小さくなってきますよ、ということを言ってきます。だから、まあ、N がすごく大きければ、ほぼこれです。まあ、これに近づいていくと、ということになります。だから、そういう場合、この下のこの特に書いてあるところで、この、並々と、これもなんか全近的に等しいという意味だと思ってください。あ、まずこの全近と読めないっていうね、話あるかもしれないので、これをちょっと、全近的に等しいっていう意味を表すとして、これ全近ですね。全近的に等しいってことを表すとして、この N の階乗っていうのは、ルート2倍 N。なんで消えてしまうのか。そうすると。今、全近的に等しいと書いたんですけども、これなんか次のページに行くと、あ、ちょっとなんかおかしいですね。ちょっといろんなことがおかしいんですけども、あ、ちょっと、あ、なんか変だな。戻ると、例えばですね。まあいいや。これ全近的に等しいっていう意味なんですけども、全近的に、2倍、ル、あ、ルート2倍 N かける E 分の N のルート N。だから、これはオーダーで言うと、あ、復活した。怖い。何が起きてるかわからない。これは、だからオーダーで言うと、このルート 2π は定数だから、オーダーは、ルート n かける e 分 n の n 乗です。e も定数じゃないかっていうふうに言われるかもしれないけど、これは、ここに n 乗ありますからね。だから、この e は消せません。オーダーの意味ではね。だから、オーダーはルート n かける e 分の n の n 乗になると。だから、先ほどですね、100の n 乗と、どっちが大きいですかとね、オーダーがね、っていうふうに言ったんですけども、これ見ると、100の n 乗は、この n の下のこの、なんていうんですかね、この部分、これ進数っていうんですかね、ちょっとわかんないですけども、この部分これ100って定数なんですけども、こっちの、階乗の方は、あ、これ消えちゃうんですよね。階乗の方は、あ、しまった、なんかいろんなのが、100の n 乗。これはその、この100の部分は、定数なんですけども、こっちは、階乗の方は、E 分の N っていうふうに、これ N に関して増加していくものになってるので、オーダーの意味では、この、階乗の方が100の N 乗よりも大きいということが、ここからわかるということになるわけですね。いいですか？って感じで、こういう、まあ、スターリングの公式っていうのがありまして、まあ、これを見ると、この全近的に、まず全近的にってどういう意味かってことをちゃんと言ってませんけど、全近的にっていうのは、N が非常に大きくなったら、N を無限大に近づけていくという意味だと思ってください。その時に、階乗の方が、この N 乗よりも大きくなると。オーダーの意味で大きくなると。ということが、まあ、このスターリングの公式からわかります。はい。っていう、まあ、事実があります。で、この事実自体は割と重要で、いろんなところで使ったりするんですけども、これの証明はですね、まあ、そんなに難しくはないんですけども、まあ、自分で思いつけと言われて思いつくようなものでもないかもしれません。で、解析学とかですね、微分積分の知識を使って証明することが普通です。で、まあ、ここではそれ扱わないということにします。まあ、興味がある人はですね、微分積分の教科書とかを見ていただくと書いてあるというものではあるんですけども、ここではですね、この代わりに、この簡単な評価っていうものを、ご紹介します。で、まず書いてあると言いますね。実用上、次のような粗い表、十分なことも多いです。で、粗いって何かっていうと、先ほどは全近的に2つの量が等しいっていうことを表すスターリングの公式っていうのを紹介したんですけども、ここで紹介する次に、紹介するこの性質っていうのは、この N の階乗に対して上から押さえる不等式。
下から押さえる不等式っていうのを与えるだけです。だから、全近的に、この円の階乗っていうのは、この右に書いてあるものとか、左に書いてあるものに等しくなるというわけではないです。だけども、先ほど言っていた、オーダーを比較するとか、そういうことをするためには、まあ、これぐらいの不等式で十分なことも多いので、で、これは、まあ、この不等式を、提示されれば、それを証明しなさいと言われれば、まあ、証明できるでしょうというぐらいのものです。ので、これを紹介していこうというふうに思います。で、これ何かと言われると、N の階乗、まず、N が1乗です。N は1乗。で、N の階乗っていうのは、右に書いてある EN かける E 分の N の N 乗以下であり、E かける E 分の N の N 乗を以上であると。いうことです。で、これを今からしょ、えっ、ー、と、まず、これは正しい不等式なんですが、これを証明していきます。でですね、重要なポイントはですね、言葉です。この N の階乗に対して、N の階乗を上から押さえているこの量、この場合は EN かける E 分の N の N 乗ですね。これはですね、N の階乗の上階と言います。から、右側、これ、あ、これを出すと出てくるんだな。困っちゃうな。出ない場合もある。じゃあ、ちょっと色変えて、これ上階と言います。上階。で、左側の方、これ、下階です。下から押さえる方、これ、下階と言います。はい。で、ですかね。この日本語に注意をしてほしくって、今ですね、EN かける E 分の N の N 乗は、N の階乗の上階っていうふうな日本語を言ってます。でですね、もしですね、これをですね、青にすると出てくるのか。困っちゃったな。ああ。なんこれです。ちょっとですね、例えばですね、こうじゃなくて、N の階乗の上階は、EN かける E 分の N の N 乗である。というような日本語を書いたとすると、この日本語は間違っているか、あるいは、意味がちゃんと伝わらない日本語になっています。という表現上、ちょっとおかしいというか、よろしくない表現なので、これは注意をしてください。なぜか。今言った通り、この N の階乗を上から押さえるもの。これは何であっても N の階乗の上階です。ですか。なので、例えば、しまったな。ちょっとなんか調子が悪いんですけども、これでこうすると。これ、例えばですね、これ2倍すると、これ上から押さえられます。こんな感じでね。で、すので、2×EN かける E 分の N の N 乗。これは N の階乗の上階です。いいですか？だから、N の階乗の上階ってもう無限にたくさんあるんです。もう数えきれない。数えられないだけたくさんあるんですね。っていうことなんです。で、この EN かける E 分の N の N 乗は N の階乗の上階ですっていうふうに言ってる文は何かっていうと、この EN かける E 分の N の N 乗っていうものは、N の階乗の上階がたくさんある中の一つですってことを言ってるに過ぎない表現なんですね。で、一方で、N の階乗の上階は EN かける E 分の N の N 乗であるっていう言い方は何かっていうと、N の階乗の上階っていうものは、これしかありません。っていうことを意味する表現になってしまうわけです。で、そうすると、それは間違いなわけです。この E×N かける E 分の N の N 乗以外にも、N の階乗の上階あるから。ということで、これは、だから、これ間違いということになりますので、これは注意をしてください。だから、そういう表現はしないということですね。で、皆さんなんか、〇〇は〇〇である。〇〇は、四角四角である。っていう日本語は、なんか四角四角は〇〇である。っていうふうに言い換えられると、勘違いしてるかもしれませんけど、もうこれは正しくありません。ので、これは注意してください。で、よく、なんか英語とかでも、なんか、A is B とかってなんか、あったら、これだから、いわゆる B 動詞っていうのがあったら、これは、なんか A イコール B を表すんでしょとかっていうふうに、標語的に書いたりするんですけども、これ数学だとすると、A イコール B と B イコール A っていうのは動詞だから、B is A とも書きたくなるんだけども、先ほど言った通り、それは正しくないわけです。異なることを意味することになるかもしれないわけです。ということで、注意をしてください。非常に、
こういう表現をよく見ます。非常によく見ませんですけども、こういう表現をよく見ます。ので、そういう間違いを犯さないようにしてください。ですかね。ということで、いろんなことを言ったんですけども、本題に戻ると。本題に戻って、ここら辺消すと。消したいんですけども、消えるかな。本題に戻ると。本題に戻ると。この EN かける E 分の N の N 乗っていうのが N の階乗以上で、E かける E 分の N の N 乗っていうのが N の階乗以下であるということを今から証明していきます。で、先ほど言ったのスターリングの公式っていうのを証明するのその微分、式分とか解析学の知識が必要だったりして難しいんですけども、これはですね、今からやっていく通り、数学的機能法しか使いません。で、あと一つだけ、まあ、一箇所だけちょっと、なんて言えばいいんでしょうかね。それをはみ出る部分というか、一つ知識というか、技術が必要な部分がありますけども、まあ、それだけになります。で、そういう意味で、この上階と下階、ここに挙げている上階と下階を証明するのは割と簡単です。で、それその簡単な上階や下階が使いこなせると十分です。大抵の場合。で、例えば、先ほど言っていた、またこれでです。先ほど言っていた、N の階乗と100の N 乗、どちらが、全近的に大きいでしょう。ってことを考えるとき。例えば、N の階乗っていうのは、ここに挙げている下階から、ここに挙げている下階から、ああ、なんか、ちょっとなんでこう。E 分の E の N 乗の、あ、E 分、E かける E 分の N の N 乗以下なわけです。で、先ほど言った通り、っていうか先ほどと同じような考え方をすると、この、N が肩にかかっているものの中身を見てみると、100の方は100という定数、N に依存しないけども、E 分の N の方は N が大きくなるにつれて大きくなっていくってことなので、全近的には、この、E 分の N の N 乗、の方が大きいでしょうということが、まあ、わかるわけです。で、そうすると、ここでその不等式の連鎖がありますので、ここから全近的には、これ全近的にはですね、出てきちゃうな。全近的には、全近的には L の階乗の方が、100の M 乗よりも大きいということがわかるということになるわけです。って形で、この下階だけわか、この下階で、が分かってるだけで、この100の N 乗と N の階乗を全近的に比較するには十分なわけです。で、先ほどの全近公式いらない、スターリング公式いらないということになるわけです。という形で、まあ、これ証明していきましょうと。で、こういう形で使えるといいですね、ということになる、ということになります。で、実際はですね、下階の方は演習問題にしているので、上階の方だけ証明していきます。で、下階の方は、上階の証明と同じような形で証明していけばできるはずなので、やってみてください、ということになります。で、上階の証明。こちら側ですね。こちら側だけ証明していきます。はい。で、これは、N に関する数学的機能法で証明していきます。で、N は1以上の自然数なので、1の場合が初めですね。で、1の場合に、N が1の場合にこれどうなるか考えてみましょう。で、そうすると、この N の階乗の方、これは1の階乗ですが、これは先ほど計算した通り1です。では、右辺の方、こっちの方、ややこしい式ですけど、これどうなるか考えていきましょう。EN かける E 分の N の N 乗の N を1にしますと。で、こうなりますね。で、そうするとこれは E かける E 分の1になります。だからこれ1になります。だから、まあ、この不等式成立しまして、特にまあ統合で成立するということになってよろしいということになります。ですね。従って、この N が1の場合にはこの不等式成立します。では、機能法を進めていきましょう。で、皆さんですね、数学的機能法をですね、表現する、記述することがですね、非常にですね、なんて言えばいいのかな。皆さんの数学的機能法の書き方がよろしくないっていうことがまず、ありまして、これはですね、もう、これに対していろんなことを言いたくなるので、言ってるとですね、終わんないから言わないんですけども、ですね、まず、こんな感じで書いてくださいってことを先に言います。まず、任意の自然数を考えるとまず書いてください。ですね、いわゆる高校数学っていうものにおいてはですね、任意って言葉をですね、なんか無理に使わない傾向があって、で、それによってですね、いろんなものが曖昧になったりしています。で、それ非常によろしくないと思っていて、ぜひですね、この任意とかですね、あるとかっていう、そういう表現をですね、高校生に教えてほしいと思ってるんですけども、それは置いといて、皆さんはその高校がどうだとかってことを気にする立場ではありませんから、任意の指数を考えると書いてくださいと。で、まあ、考えるんだけども、それは今、まあ、ここに、元々の状況に沿って1以上であると。で、これを考えると。で、その K に対して、これを仮定します。ですかね。で、今は、だからもう、この考えると言った時点で、この K は固定されてるんです。したいな。
この時点で今、K は固定されています。固定されているっていうのは、今ここでもう K は舞台に上がって、もう K はこれですよってことが、もう、囚人の目にですね、明らかにされているということですね。囚人の目とわかるかな。皆さんの目の前にも K 登場している。で、この K に対して、この仮定をするわけです。いいですね。で、証明するのは何かっていうと、この K に対して、この考えている K に対して、これを証明します。ですか。これが数学的の方です。で、これをですね、誤解されてる場合よくあるんですけども、まあ、それは置いといて、これをやっていきます。で、数学的の方のときをやるときに、もう少し、気をつけてほしいことと言っときながら、後でそれ崩れるんですが、気にしてほしいことは、証明すべき目標をですね、ちゃんと書いてほしいということです。で、これを証明するんですよと。で、これを証明するときに、この仮定、いわゆる機能法の仮定っていうのを使うんですよっていう立場を明確にしてほしいということです。で、これを証明します。ですね。この K に対してですね、この、ことを証明していきます。で、これは、まあ、気分としては、この K プラス1の階乗に対して、階乗の定義を使って、この右辺の不等式、右辺以下になるんだっていう不等式を、機能法の仮定を使って導いていくということになります。で、この仮定自体が不等式なので、最終的に不等式が導かれるっていう想像はつくんですけども、この不等式を証明するってことをやるのは、皆さんすごく苦手です。統合でこう繋げていってですね、これとこれ等しいですよっていうふうに繋げていくのは皆さん得意なんですけども、この不等式を証明するんですね、皆さん案外不得意で、それもですね、慣れてほしいものの一つなんですよね。先ほど言った通り、その、オーダーを比較するとか、そういうことはですね、世の中たくさんあるわけです。二つのものを比較するってことですね。で、比較するっていうのはその、なんか、不等式思考なわけです。不等式の考え方なわけですね。で、それがちゃんとできるようになってほしいんですよ。皆さんなんかね、不等式で繋げるっていうのがね、すぐできるんだけども、不等式で考えるってことをぜひですね、できるようになってほしい。で、それを証明するためにですね、先ほど言ったこの機能法の仮定使うんですけども、もう一つ重要な不等式があります。で、それがこれです。これもう赤くなっているほど、もう重要な不等式。もう今日はこれだけ覚えてか、お、まあ、お、覚えなくてもいいんですけども、これが重要なんだってことは認識しておいてほしいと思うんですけども、これもう簡単な不等式です。任意の実数 x に対して1プラス x は e の x 乗以下。これは、もう証明しようと思えば、高校生の微分積分の知識で簡単に証明できる。数学3の知識で証明できる。って感じのものなんですけども、一番図は書いてあります。1プラス x っていう、指数関数のグラフと、直線1プラス x を見たら、e の x 乗っていうこの指数関数のグラフが1プラス x の上に必ずありますね。まあ、接していてもいいですけど、というのが、この式の意味であって、で、証明するのは、先ほど言った通り、微分積分、微分をすればできるって感じ。なんで、まあ実際やってみてください。ということで、これできるんですけども、これを使います。で、どう使っていくか。先ほど言った通り、まあ、この K プラス1の階乗から出発していくんですけども、これは、K は1以上だったので、K プラス1、これ2以上です。だから先ほどの、階乗の定義から、K プラス1かける K の階乗になります。で、K の階乗に対して先ほどの、機能法の仮定を使います。そうするとこれが、EK かける E 分の K の形状以下だということがわかります。ですね。で、あとは、すぐこれ消したいんですけどね。これで消えるかな？消えないな。もうこれちょっとピンク使えないと思って、ですね。目標なんだかって、最終的な目標は K プラス1の E の、E 分の K プラス1の K プラス1乗です。これに持ってくように間を埋めなさいってことなんですね。で、これはなかなか難しいですよね。持ってきますかねって。だからこの中 K をですね、中に入れたいっていうのはこんな感じなんですよね。気分としてはね。気分としてはこんな感じ。でもまだ中に入んないんですけども、まあ、こんな感じであって、で、まあこれどうするかってことを今からやっていきます。で、そのためにですね、ちょっとここら辺変形します。ですね。だから、変形していくんですけど、どうするかっていうと、これ、まず、何しましたかっていうと、すみません、ちょっと。この部分、これ先ほどの、目標にしていた、この式です。この式です。この式、まず書いてみます。書いてみました、ここに。で、この前のものと等しくなるように、何か、余ってる部分を出しましょうと言って、これ書いてみました。で、これ実際こうじーっと見てみると、これ K の形状ここにありまして、で、これ K がもう一個あるんで、
これ今、K プラス1乗になってます。とかっていうふうに説明するのがいいのか、じーっと見てもらって、これ確かに等しいんですよっていうことを確認してもらうのがいいのか、どっちがいいですかね。じゃあ、これじーっと見てもらってですね、これ等しいんだっていうことを確認してください。ですね。だからもう K プラス1の K プラス1乗がこれで消えるとかですね、いろいろとこう確認してもらって、確かに等しいなということを確認してください。してください。で、確認できたら次いきますね。で、で次行くとですね、ここら辺をちょっと変形します。今、K をですね、K プラス1マイナス1だと思いましょうと。で、そうすると、これは1マイナス K プラス1分の1になるわけですね。で、そうすると、先ほどの、L かな。1プラス X が E の X 乗以下ですよっていうのが、どんな実数 X に対しても成り立つっていうふうに言っていたので、この X をマイナス K プラス1分の1だと思いましょうと。違うな。マイナス K プラス1分の1をこの X だと思いましょうと。すると、ここで不等式が出てきて、E の、E かけるマイナス K プラス1分の1乗が出てきます。で、それの K プラス1乗が出てきて、あと残りっていうふうな式になるわけです。いいですか？で、それは次のページに出てきます。これですね。ちょっと待ってください。これ消えないかな。これ、こうすると消える。さっき。なりましたね。で、そうすると、これ、出てきまして、で、この K プラス1、消えると。指数法則で消えると。そうすると、これ E かける E のマイナス1乗になります。で、そうすると、これ全部これ消えます。ってことで、残りが欲しかった式になると。いうことなんですね。よろしいでしょうか。だから、やったのはこの機能法の仮定を使うっていうのと、先ほど、言っていた、1プラス X の E 分の X 乗。1プラス X が E 分の、あ、E かけ、E の X 乗以下っていう不等式をここで使うだけということになるわけです。いいですかね。ということで、まあちょっと、まあトリックとしてはここでそのまあ目標に合わせてここを出してくるということですね。で、これがまあ1以下だってことをうまく証明したっていうことになってます。よろしいでしょうか。はい。でですね。これでだいたい30分ぐらいですね。あと、1時間ありますがやっていきます。で、じゃこの二項係数のところ、これ多分30分ぐらいやると思いますね。二項係数のところやっていきます。で、今、会場に対してやったことと同じようなことを二項係数についてやっていくんですけども、二項係数についてはですね、もう一つ、その、先ほど言った組み合わせ的解釈ってことをもう少し深くやっていきます。はい。で、二項係数、これ定義ですね。それ何かっていうと、これです。これが二項係数です。うん。で、自然数 AB で、A と B が、こういう代償関係。A が B 以上である。で、まあ、ここでも自然数は、くわ、ちょっとすいません。なんか消したいんですけど、消えない。これは、0以上だと思ってください。0以上。だから、ここも0以上。B、0でも大丈夫です。ということで、こういうふうに定義されるもの。で、これは、階乗を使って定義されると。ですね。先ほど階乗を定義したので、この二項係数も定義されると。で、二項係数はこう書きます。もうこれはですね、言っときます。なんかこの、A、C、B とですね、こういう書き方を、高校の教科書ですね、には書いてあるんですけども、これはですね、国際的にはあまり使われません。ので、皆さん、こういう言い方はちょっと変かもしれませんけど、強制してほしいんです。これを使うようにしてください。二項係数。で、これは国際的に使われますし、よく通じます。で、これどう読むか。これ A choose B と読みます。A choose B。で、出てきちゃうな。昔のラテフ。昔のっていう言い方言うかな。昔の、まあ今でもそうなんですけども、昔のラテフでは A、choose B。まあ、カッコはいらないんですけども、A choose B と打つとこれが出てきます。まあ今でも出るんですけども、ただ、こういうですね、いわゆる中置記号っていうのは、現代的なラテフの書き方では留まれないので、バイノン A、B と書くのが、まあ、推奨されるんですけども、まあ、それでこういうふうな書けるということになります。バイノンで何かっていうと、二項係数のことをですね、英語でバイノミアルコエフィシエントというわけです。まあ、そのバイノムですね。ということで、これが定義。で、これは、まあ、皆さんご存知なものということになるわけです。で、これが何を表すのかというと、皆さんご存知だと思うんですけども、ここではですね、そのご存知なものを3つ紹介します。で、これは何かっていうと、
要素数 A の集合における要素数 B の部分集合の総数です。例えば A が5、B が2のとき、1、2、3、4、5ってこの要素数5の集合を持ってきましょうと。で、この部分集合で要素数2のものっていうのは、ここに挙げてあるこれ10個なわけですね。だからこの5 choose 2っていうのは10になると。で、これは、実際に、何なのかというと、これはその1、2、3、4、5っていうものの中から2つ選ぶ。そういう、組み合わせっていうふうに、この二項形式皆さん理解すると思いますけども、そのまま選ぶことによって、この部分集合が作られているというふうに考えてほしいわけです。で、よろしいですね。これになるということはわかると。で、今これは組み合わせ的解釈1なんですけども、あと2つ紹介します。で、1も2も3もどれも大事です。で、2、これはですね、区別できる A 個のものの中から B 個に色を塗る方法の総数です。で、今、ここに書いてます。今ですね、この丸で書かれている5個のもの、A 個のもの、これは区別できると思ってください。ただ、左から順番に並んでいると思ってください。で、それら区別できると。で、それらのものの中から2つに色を塗りましょうと。で、ここでは、赤で色を塗ってるんですけども、赤が見えない人は、四角で、に、形を変えているというふうに見なしてください。で、その時ですね、その、どれをその四角に変えますかという、その2つ選ぶ方法の総数が、ご中途になりますよ、ということになります。ですかね。よろしいですか？で、まあ、そのように、この二項係数っていうものは解釈できるということになります。で、三つ目。これがちょっとややこしいんですけども、これ割と、使えるんでお伝えします。00っていう、まず二次元座標平面を考えます。で、00って原点から a-bb っていう点に至る単調な格子動の総数です。これ格子動。青の調子か。格子動の総数です。で、何かっていうと、まあ、これ図を見てほしいんですけども、この左下は00です。で、今ですね、A が5、B が2の場合考えてますから、これ3、2っていう座標が右上になります。で、単調って言ってるのは、X 座標、Y 座標は必ず、増えるように進んでいってくださいということです。で、進むんだけども、この格子動って言ってるのは、曲がることができるのは、この格子点のとこだけですよと。整数座標を持つ場所だけですよと。そこでしか曲がれませんと。で、曲がるのも90度にしか曲がれませんというふうに言ってます。で、その時に、作れるその行き方っていうのが、この10通りしかないんです。10通りしかない。で、なんででしょうと言われると、これは考え方があって、今ですね、この00から32に行く。時の行き方を、例えばこの一番右下のものを見ると、これはですね、右、上、っていうふうに言ってます。で、じゃあその行き方をちょっと変えてみますね。で、消したいんですけど、で、右、上で、右は、もう漢字書きにくいんで、漢字書こうかな。右、上です、これね。で、そうすると、その上のもの、上のって、これですね。これはですね、右、上、右なんですね。右、上、右なんですね。で、こんな感じで、一つ一つこう作れますね。この左のもの。これは、上、右、上。その下のは、右、上。こんな感じです。いいですか？で、そうするとこれ何をやってるかっていうと、実はこれは、なんか、右となんか書かれてる、なんか、5文字のなんか文字列があったとして、そのうちの2つの場所を選んで、それを上に書き換えたものと見なせるわけです。ですか。だから、あるいはこの5つの場所の中から2つを選ぶ方法によって、これが得られているわけです。で、どれもそれによって、この生き方を定めることができるわけです。ですか。で、このような、その上の場所の選び方。の総数っていうのは、前にあったものと同じだってことがわかりますよね。ってことで、この GoChoose2 っていうものが、このような格子状の総数を表すことがわかるということになります。よろしいですか？で、今言った論法はちょっと後でもう一回出てきますので、それでその時にもう一回その、これ名前があるんですけども、ご紹介します。はい。で、二項係数にはいろんな性質がありますので、それを紹介していきます。例えば対称性といってるもの。A、B、0。0がですね、A と B。
に対して、まあ、この代償関係があるときに、A choose B っていうのは A choose A マイナス B と等しいです。で、これは、定義に従って試験形にしていくとわかります。これ、まあ、試験形これ書いてるんですけども、書いてるんですけども、まあ、やってもらえばわかると。まあ、難しい方から進める。始めるのがいいですよね。で、実際に A choose B になるとわかります。で、これは、まあ、試験形すれば定義に基づいてできるんですけども、これ考えてほしいのは、この二つは、組み合わせ的に何を表しているんでしょうってことを考えてほしいわけです。で、先ほどの組み合わせ解釈によると、この左辺と右辺はなんか違うものを数えているわけです。で、違うものが等しいと言ってるっていう、そういう等式なわけです。で、そこで、ちょっとまあ、感動が欲しいわけですね。まあ、感動を強制してるんですけども、感動が欲しいわけです。で、そういう形で、今からこの等式を眺め直してみます。どういうことかっていうと、今、この左辺と右辺が何を数えてるんでしょうっていう組み合わせ的解釈を一つずつ、それ、左辺と右辺に対して定めます。で、それらが等しいってことを言うために、その数えてる間のものの1対1対応を作ります。1対1対応というのは別名全端者って言いますけども、1対1対応を作ります。で、それが実際に1対1対応であるということが分かれば、1対1に対応しているんだから、それらの数えてるものは等しいってことが、数学的に言えるわけです。で、これをですね、全端者による証明っていうふうに言ってます。先ほどあった、これですね。これ、この単調な格子動の総数っていうのが、この色の付け方と等しいっていうのは、この今この、右の2箇所を上に変えるという方法による、一対一対応をここで与えてるんです。だからこれも、この格子度の総数が、この、なんだっけ、二項係数になるっていうのは、今、全端者による証明を行ったというふうに思ってください。で、同じようなことを、ここでも、この等式に対しても行うと。二つは、なんか違うものを数えてるんだけども、それらが同じだってことを、そのなんか対応をつけることによって、一対一対応をつけることによって証明するということをやります。で、それはですね、今、この左辺、の A choose B っていうのは何を表すんでしょうっていうのは今我々これ3通りしてるわけです。3通り。それは部分集合を選ぶっていう見方か、色をつけるっていう見方か、格子度を作るっていう見方か。で、まあ、どれであってもいいんですけども、例えばじゃあここでは、着色を使って、この2つが等しいっていうことを全端者を使って証明しましょうと。じゃあ左辺は何だったかっていうと、A 個のものの中から B 個に色を塗ると。例えば、5個のものの中から2個に色を塗る。だからこれは今、A が5で B が2の場合の例なんですけども、まあ、そういう形で考えると。ですね。で、そうすると、右辺の方は何かっていうと、これは、A-B これ3ですから、A 個の中から A-B 個の中に色を塗る。それから5個の中から3個に色を塗る。ということですね。で、この間に、うまい1対1対応がありますよ、ということを今から見ていくわけです。で、どういう1対1対応があるのか。これ多分いろんな1対1対応を作ることがあると思うんだけども、おそらく最も自然な1対1対応は、今この赤と黒があるんですけども、その色を入れ替えると。今はこれ今赤、黒、黒、黒となっているところを、黒、黒、赤にしましょうと。で、そうするとこの黒、黒、赤が得られるということになるわけですね。ですか？で、そうすると、今、この、もともとこの左側にあったこの10個、2個が赤く塗られているものの中から、この右にある3個が赤く塗られているっていう状況が生まれるということになります。ですね。で、この色の入れ替えっていうのは全端者です。なんでかっていうと、違うものから同じものは得られませんし、右側にある全てのものはこれによって得られるからですね。ですか？あるいはこの逆変換が、逆作動は存在するから全端者だっていうふうに言っても構いません。それはその色の入れ替えをもう一回やると元に戻るからですね。ということで、これが全端者になっている、一対一対応になっているということが分かって、左と右、総数同じですね、ということが分かるということになります。よろしいですか？で、これ今はですね、これ着色を使って考えた場合の全端者による証明ですけども、じゃあ別のものもやってみましょうと。例えばですね、じゃあ格子度を使ったらどうなるか。左辺の方は、00から A-B、B、
ですね。に行く格子状の素数。ただ、この場合、先ほどの。これは、だから、00から、00から32に行くと言います。で、右辺の方のどうなってるかっていうと、ここは A、A-B なので、これ、00から B、A-B、ん？ 00 から A、違う、00から B、A-B に行くという。あ、この A-B がここですね。で、B っていうのは A-A-B です。から、この例で言うと、00から、23に行くと、の形になっています。で、そのような格子度を全部今書いてます。で、どういうふうに、じゃあ1対1対応を見つければいいかってことも、これもいろんな方法あるかもしれませんけども、例えば、なんか、ゾンビがすぐ現れる。ですね。この直線、y イコール x ってこれ直線ありますね。今、リズム書いてますけど。これに沿って、こう、折り返す。で、そういう、こういうことですね。折り返すっていうような、変換を考えてみてください。で、そうすると、今、ここに書いてある図。図そのものが、この右側の角にある図に対応することになります。に移ることになります。いいですかね。ですかね。だからそうするとこの32っていう点は23に移りますし、この長方形自体もこの長方形に移るということがわかります。で、先ほどの単調性ですね。原点からその角に、こっちか、原点から角に向かっていくっていう、その、生き方が単調であるっていう性質も変わりません。だからこれによって、右側の格子度は必ず一つ得られるということがわかります。ですね。で、逆操作も存在するわけです。同じように折り返しと元のものが得られるわけですね。だから逆操作存在しますから、これは一対一対応です。ということで、同数となるということが、その前端者を用いて言えるということになります。よろしいですか？ということで、この等式、前端者によるその格子度を使っても証明ができるということになります。今、ここではですね、部分集合を選ぶ選択の、解釈は使ってませんけども、それでも証明できるので、ぜひやってみてください。はい。で、これは対称性についてずっと話をしてきました。で、ですね。あと2つ重要な等式があるので、それをご紹介します。で、1つはですね、このパスカルの規則と、まあ、名前がついてるかどうか、多分ついてると思うんですけども、まあ、自然数 A と B で、B は1以上とします。で、A-1 が D 以上ならば、これが、あれ出すと。ここら辺のですね、ちょっと不等式のこの中条件、細かいですけども、これは、まあ、基本的には、ここに選ばれている、二項係数が定義される範囲で全部、定めていると思ってください。例えば、この b-1 がこれ負になったらいけないので、b は1以上にしているとか、a-1 が b 以上じゃないと、この二項係数が定義されないのでそうしていると。そういうふうに思ってください。はい。で、これはですね、何かというと、これはこういう等式ですね。二項係数に関する等式です。で、これも、まあ、定義に従っていけば証明できます。これも多分ですね、まあ、右辺の方が見た目ややこしいんで、右辺を頑張って左辺に持っていくっていうことをやればできるかなと思います。で、実際に、まあそうですね、試験形定義を、に従ってやっていけば、まあできると。で、これちょっとですね、割と大変で、まあ、頑張ってやる必要はあるんだけども、まあ2ページぐらいにわたって書いてあるんで、まあ、できます。見てもらえばできると思うので、やってみてください。で、まあそういう形で、まあ定義を使って証明するっていうのは、まあ頑張って試験形を行えばできるものなんですけども、今からやりたいのは、じゃあこれ、組み合わせ的解釈で証明しましょうということなんですね。で、ここではですね、ちょっと先ほどの前端者による証明とは違う証明方法を紹介します。何かというと、今ですね、この A choose B っていうのは先ほど言った通り、そのまあ部分集合の選択、あるいは色をつける、あるいは格子度を使うっていう、まあ、組み合わせ的解釈があるんですけども、この右辺がですね、もう何を表すのかよくわかんないわけですね。で、別の観点は何かっていうと、今、この左辺を、が何を数えてるのかってことを一つ定めます。定めます。で、今がやるのは何かっていうと、その数えてるものを右辺では違う方法で数えます。ということをします。で、それによって違うものを、あ、違う違う、同じものを違う二つの数え方で数えてるだけなので、この二つは等しいですというふうに結論付けるっていう証明方法です。これをやっていきます。で、これは、こう言ってました。二重の数え上げによる証明っていうふうに言います。もう一度言いますね。左辺と右辺が数える組み合わせ的解釈を一つ定めます。先ほどの前端者による証明は、
左辺と右辺で違うものを数えてる話でした。でも今度は左辺と右辺は同じ一つのものを数えるってことにします。ですか。で、ちゃんとその右辺と左辺がそれをちゃんと数えてるんだってことを言ってあげるってことで証明する。そうすると、同じものを左辺も右辺も数えてるんだから等しいってことが結論として言えるということになります。ですかね。ちょっと図式すると、で図書きたいんだけども、またゾンビが現れる。ゾンビ、必ず現れる。先ほどの、前端者による証明は、なんか模式的に書くと、左辺と右辺があるんだけども、左辺は何か、数えてると。で、右辺もなんか別のものを数えてると。ここ、丸と四角、これ違うと思ってください。で、この間に1対1対応がありますよってことを、いうことで証明したって。こういう形だったんですね。で、二重の数え上げのやる証明ってのはどういう感じかっていうと、左辺と右辺は、どちらも同じものを数えてますと。だけども、数え方が違うんですよって、そういう証明の方法です。数え方が違うんですよと。で、実際に、じゃあ、これは何かっていうと、A choose B、我々は、これ何を数えてるのか知ってます。例えば、その、色をつけるっていう立場だったら、A 個のものの中から B 個に色をつける方法の総数だっていうのが知ってるわけです。じゃあ、その色の付け方を別の観点で、数えると、右のようになりますよってことを今から言っていくわけです。で、どういうことか。これですね。今、左辺は、A 個のものから B 個のものに色をつける方法の総数ですと。で、これを右辺では別の方法で数えてますと言ってるわけです。で、何が別かっていうと、ここでこの足し算に注目してほしいんですけども、組み合わせにおいては、足し算っていうのは何だと思ってほしいかっていうと、これは場合分けです。場合分け。なので、色を B 個のものにつけるんですけども、その、付け方を2つの場合に分けます。で、どういうふうに分けるかっていうと、今この例ではこう5個のものがあるんですけども、初めのもの、一番左のものを塗る場合と塗らない場合で場合分けします。で、その一番左のものをこれは最初のものっていうのに入ってますけども、最初のものに色を塗る場合と、最初のものに色を塗らない場合に分けます。じゃあ、最初のものに色を塗るんだけども、最終的に A 個のものから B 個のものに色をつけるにはどうするかっていうと、B 個に色をつけるもののうち、1個はもう最初のものに使ってしまってます。ですね。で、そうすると、残り、今ここに残りは A-1 個あるんですけども、A-1 個の中から B-1 個に色をつける必要があります。ですね。で、その方法の総数は A-1 choose B-1 になるわけです。いいですか？一方、最初のものに色を塗らないんだけども、最終的に B 個のものに色をつけようと思ったら、残りの A-1 個のものの中から B 個に色をつける必要があります。で、その方法の総数は A-1 choose B となるわけです。ですか？で、これ場合分けしてるだけなので、これを合わせれば A choose B になると。この二つを合わせれば A choose B になると。等式が成り立つ。ということで証明が終わるというわけです。よろしいですか？まあ、これが二重の数え上げにある証明です。今これ着色を用いた証明です。で、同じような証明はその部分集合を選ぶっていう、解釈でも、格子動による解釈でもできますので、ぜひやってみてください。もしかしたら格子動、次のページあるかもしれない。あ、なかったですね。やってみます。で、パスカルの規則っていうふうに今名前が付いてたんだけども、これはですね、この、これですね。二項係数を、実際に、まあ、手で計算するときに、パスカルの三角形というふうに呼ばれるものを作って計算するという方法があって、まあ、それに由来していると思ってください。これ何かというと、先ほどの言い方で言うと、A が0、1、2、3、4、5、6、7になる。で、B が、0、1、2、3、4、5、6、7になるように並んでます。で、先ほどのパスカルの規則っていうのを、もう一回ここに書いておくと、A choose B が A-1 choose B プラス、ちょっと待ってください。ちょっと場所が悪いので、ちょっと動かすと、おっと、こんなに選びたくなかったんですけども、こんなに選びたくなかったんですけども、ちょっと待って、おっと待ってくださいね。すいません、ちょっと。
ここだけ選びたいんですか。あ、ここだけ選びたいって。ああ、なんかここだけ選べないな。困ったな。ちょっと、で、これだけ消して。場所が悪かったし、まあ、先ほどの書き方と違うんで、もう一回書くと、はあ、ちょっと、久々にですね、このビューアーを使ってみて、ちょっと調子が悪いんですよね。こうですね。A-1。こうですね。これが今、パスカルの規則だったんですけども、これ何かっていうと、例えばですね、この、これじゃないことにしようかな。この例の、go choose 2っていうのを計算しようと思ったら、これ go choose 2です。go choose 2を計算しようと思ったら、これは4 choose 1と、4 choose 2が分かればいいですということがあるわけですね。で、4 choose 1と4 choose 2、ここにありますと。だから、何かっていうと、go choose 2を知りたかったら、その、この表におけるこの真上と左上の、ものを足してあげれば、go choose 2が分かりますよ、ということが形になっていると。で、そういう形で、どこもそうなっていて、例えば、7チューズ4計算したかったら、6チューズ4と6チューズ3を足せば、計算できますよ、という形になっているということで、まあ、この上から順番に計算していって、足していくってことをすると、欲しいところの、2項係数分かりますよ、ということを、まあ、手で計算する場合はよくやったりします。はい。ですね。はい。というところから、その、まあ、パスカルの規則とか、パスカルの三角形という話があって、パスカル人名ですね。人名です。ね、パスカル。ネパラスカルかな、ちょっと今、嘘を言ったので、ファーストネームは今間違ってますけども、パスカルです。パスカル。ルネはデカルトなんで、パスカルはブーレイかな。また嘘を言ってるかもしれませんけども、まあ、パスカルは人名です。はい、すいません。それで、次、もう一つ重要な等式を二項係数に関してご紹介します。それはこれですね。これ、まあ、これ、九州項等式とかっていう名前がついてたりとかするんですけども、別に名前はどうでもいいです。で、これはこれですね。これも、まあ、この、二項係数が定義される範囲で、A と B を定めてますけども、A choose B っていうのは、B 分の A かける B マイナス1、あ、そうですね。B 分の A かける A マイナス1 choose B マイナス1です。で、これは、A と B 両方とも1減ってるんですね。で、両方とも1減らすと B 分の A が前に出てきますよという形です。まあ、これは、まあ、これもですね、あの定義に従って式変形していけば、まあ、割と素直に証明できます。じゃあ、これは、組み合わせ的な、解釈を使って証明しようとするとどうなんでしょうということですね。で、ちょっとこれややこしいのはですね、このですね、割り算なんですね。B で割ってるところなんですね。で、割り算を組み合わせ的に解釈するっていうのはですね、ちょっとね、難しいんですね。まあ、我々の、技量を超えるとかっていうことではないんだけども、ちょっとここで紹介するのは難しいので、この、B 分の A は、両辺に B をかけて、分母をなくすことにします。だから両辺に B かけると、これは、B かける A choose B イコール A かける A マイナス1 choose B マイナス1になります。で、この等式の組み合わせ的解釈による証明を考えてみましょうと思います。で、そうすると、ここではですね、この掛け算があるんですね。先ほど、足し算は倍分け。っていうふうに言ったんですよ。じゃあ、掛け算は何なのかっていうと、掛け算はですね、連続する選択です。つまり、なんかこの A に対応する何かを行った後で、A-1、choose B-1 に関する選択を行う。っていう、その中、続けて選択を行う。ってことを、表すのは掛け算であるというふうに思ってください。はい。で、そうすると、じゃあこの両辺、これは何を数えてるんでしょうかってことになりまして、じゃあ今回はまた二重の数え上げによる証明っていうのをやってみます。で、着色をまた用いるということで、じゃあ、まずじゃあ先ほどもじゃあ言った通り、この式をまず、ですね、変形するんですけども、まず、分母を払ってこうしますと。B と A 持ってます。で、この B と A は何なのかって言われると、これは、実は、B choose 1であったり、A choose 1であるというふうに思いましょうと。で、そうした方がこれ考えやすいので、この式の形で考えてみます。で、そうすると、じゃあこれは何なのかって言われると、これはですね、実は、これです。A 個のものの中から B-1 個を赤で、1個を青で塗る方法の総数になります。両辺ともに。で、なんでそうなのかってことを今から説明していくと。で、これ、ものって言いますと、これはもちろん区別できるものです。そうですね、この着色の
による、組み合わせで機械を使いませんから、これ区別できるものになってると思ってください。で、この、塗るんですけども、B 引く1個赤、1個青で、その塗り方を2通り違う方法でやっていくわけです。で、じゃあ、左辺の方法はまず何でしょうということを言います。左辺の方法は何かっていうと、まず、A choose B だから、A 個のものの中から B 個に塗る、色を塗るわけです。で、それを赤で塗ります。ですかね。だからそれは A choose B 取り合うわけです。で、その後で連続して何かをするんですけども、それは何かっていうと、B choose 1だから B 個のものの中から1個に色を塗るんですけども、その B 個っていうのは、この赤く塗ったもの、赤く塗った B 個のものの中から1個を選んで、それを青に塗り直すってことをするというふうに思ってください。だから、例えば、5個あって、そのうち3個を赤で塗るんだけども、その3個の中から1個を選んで青で塗ると。こういうふうにすると。で、そうすると、もともと赤は B 個を塗ってたんだけども、1個青に塗り直されているので、これによって最終的に赤で塗られているものの数は B-1 個になります。で、赤で塗られているものは B-1 個になって、青で塗られているものはここ1個。なるわけです。だから最終的に A 個のものの中から B-1 個が赤で1個が青で塗ることがこの方法によってできるわけです。いいですか？で、その個数は今言った通り A choose B かける B choose 1になるというわけです。よろしいですか？で、一方、じゃあ、この右辺の外れ方はこの塗り方ではない違う塗り方でこれを達成しているということになります。で、どうしてかっていうと、まず青で塗るものを1個選びます。A 個のものの中から1個に青を塗ります。こんな感じですね。で、その方法は A choose 1通りあるわけです。ですか？で、残った A-1 個の中から B-1 個に赤を塗るというふうにします。で、それがこれです。なんかそれはで、その方法は A-1 choose B-1 になるということですね。で、これによって最終的に B-1 個のものに赤が塗られて、1個のものに青が塗られるので、ここで数えているものがちゃんとこれで得られるということになります。で、この2つは同じものを数えているので、等しいということになるということになります。よろしいですか？はい。ということで、今これ着色による、説明をしたんですけども、部分集合の選択による、考え方とか、格子状による考え方もできると思いますので、ぜひやってみてください。ちょっと格子状ちょっと難しいかもしれません。けども、もしできたらやってみてください。はい。ではですね、先ほど階乗の時にもやった、上階と下階をやりましょうと。で、それはですね、これです。今、A choose B に対して、上階としてはこういうものがあります。だから、この B 分の EA の B 乗っていうのが、A choose B の上階で、B 分の A の B 乗っていうのが、A choose B の下階です。えっとですね。まあ、で、まあ、えっと、A と B は両方とも1乗だとしていきます。ちょっと B が0だと分母に、B が来るとちょっと困るんで、それは考えないということで、B が1乗だったらこれが成り立つということになります。で、これも簡単な上階と下階になりまして、これを使うことによって、二項係数といろんなものが比較できるようになるということになります。もちろんですね、全近公式というのは、すいませんね。これすぐに。全近公式を得ようと思ったら、A choose B のこれ定義は、A の階乗を B の階乗、A マイナス B の階乗で割ったものだったので、その階乗に対するスターリングの公式を使えば、そのスターリングの公式をこの A の階乗とかですね、この階乗のところに入れてあげることによって、この二項係数の全近公式も得られるんですけども、それはやっぱりちょっと、ややこしいので、こういう簡単な評価で十分な場合はこれを使いましょうということになります。で、上階の方はですね、演習問題にします。そんなに難しくないですし、その中で、階乗に対する下階も使うと簡単にそれできるかなと思うので、ぜひやってみてください。で、今からやるのは、この下階の方です。で、下階の方はですね、いろんな方法があるとは思うんですけども、ちょっと、こんな風になっています。基本的な数学的の方でやるんですけども、まず、B が1の時だけやります。で、B が1の時は、これ A choose B。これは A です。ですね。で、B 分の A、これも A です。で、B1 なので、これも A です。だから B 分の A、choose B、すいません、B 分の A の B 乗は A です。だから B が1の時は、この2つは等しい。だから、この不等号が等号で成り立つということになります。なので、B が1の時は正しいんで、あとは B が2以上の時だけに示せばよいということになります。で、今からやるのは何かっていうと、数学的機能法です。で、数学的機能法のやり方にはいろいろと方法があるんですけども、今回ややこしいのは、A と B っていう2つその文字がある
ことなんですね。で、両方とも自然数なんですよ。で、そういう時には、いろんな方法があったんですけども、ここでは、なぜかちょっと、ややこしい、思いつきにくい数学的機能法をご紹介することによって、皆さんはぜひ、演習問題としてやるときには、普通の機能法で証明できるかどうかと、ちょっと試してみていただきたいんですけども、ここでは変な機能法のやり方を紹介します。だから変なことやるので、間違ってるかもしれません。でも間違ってないと思っているので、紹介します。で、何かっていうと、A プラス B に関する機能法ってなってきます。で、今、B は2以上。と言っていて、A は B 以上だって言ってるんで、A も2以上になります。だから A プラス B はどこから始まるかっていうと、4から始まります。4から始まります。ですね。で、そうすると、だから一番初めのところは、A プラス B が4のところになります。で、そうすると、A は B 以上。なので、A が2、B が2の場合しかありません。A プラス B が4の時っていうのは。で、そうすると、その時には、この、左辺の加加解と二項係数、が、そのまま計算できます。で、A チューズ B、2チューズ2、これ1になります。で、2分の2の2乗、1の2乗です。これ1になります。だから、この場合は、A プラス B が4の場合には、この不等式は等号で成り立つということになります。で、都合により、A プラス B が5の場合も今やっておきます。で、A プラス B が5の場合には、A と B が何になるかっていうと、A と B の代償関係があって、A と B は整数、自然数なので、A が3、B が2の場合に、これ限ります。限りますので、この B 分の A の B 乗とか、A チューズ B っていうのは、これは計算できます。で、計算してみると、A チューズ B、3チューズ2はこれ3になります。で、B 分の A の B 乗は、B 分の A の B 乗は2分の3の2乗だから、これ4分の9ですね。で、4分の9と3どっちが大きいかっていうと、3っていうのは4分の12ですから、3の方が大きいと。ということになりまして、なんだ？この不等号が成り立つということになるわけです。いいでしょうか。ということで、何かというと、この、不等号が等号付きではなく成り立つと。だから、まあ、不等式になり出すということになります。だから、A プラス B が4と5の場合は、これで OK ということになります。はい。で、機能法を進めていきます。で、機能法の進み方は先ほど言った通り、まず、この、なんで5なんだろう。あ、そうか、今、A プラス B が4の場合と5の場合は証明したので、機能法として考える、その任意の自然数 K としては5以上の自然数を考えます。ですかね。で、この K に対して、K 以下のすべての自然数、なんて言いますか、A プラス B が K 以下のすべ、自然数のどれを取ったときにおいても、この加解が成り立つということを仮定します。だから、この仮定ですね、機能法の仮定がすごく強い場合、まあ強い機能法とか、累積機能法と呼ばれるような機能法を使ってくるんですけども、それでやります。で、A プラス B は、まあ、落ちても4までということになります。で、その場合にこの加解が成り立つと仮定します。で、その時に、この A プラス B が K プラス1である時に成り立つことを証明すると。これが成り立つことを証明するということをやってきます。だから先ほどはですね、目標をちゃんと書きなさいと言ったんだけども、これでは書かないからあんまりよろしくありませんということですけども、ちょっと1ページに収めるためにそういうふうにしてます。はい。で、じゃあ A プラス B が K プラス1の時に、この不等式で成り立つことを証明するために、この二項係数の方から始めてきます。で、この二項係数 A と B なんだけども、この A も B も、今、2以上ですから、先ほど言ったですね、ここはですね、吸収高等式ですね。吸収高等式を使って B 分の A かける A-1 チューズ B-1 というふうになるということがわかります。で、そうするとですね、今この A-1、B-1 って、A-1 チューズ B-1 っていうのがあるんですけども、この A-1プラス B-1 っていうのは、これは A プラス B-2 であって、今、A プラス B は K プラス1なので、これ K プラス1-2。だからこれ K マイナス1ですよね。で、そうすると、今、ここの二項係数に現れているところのこの和が、4から K の間にあるときには、この加解が成り立つと仮定してますから、この A-1 チューズ B-1 のに対して、機能法の仮定が使えます。で、使うと、この不等式が得られるということになります。
ですかね。A の部分が A マイナス1になって、B の部分が B マイナス1になっていると。本当ですね。ですかね。よろしいでしょうか。あ、ここ、今これ、昨日この過程です。で、それで今、ここのですね、あら、書いたものがすぐ消えてしまった。なんか、挙動が不審なんですけども。じゃちょっと、これでやってきますね。それで、ここなんですけども、ここはですね、この部分を、b-1 分の a-1 っていうのを b 分の a に置き換えてます。で、これは、正しいです。なんでかっていうと、b-1 分の a-1 っていうのは必ず b 分の a 以上だからです。これなんでかわかんないかもしれませんけども、これ、分母払ってみると、a-1 かける b と a かける b-1 の比較になるわけです。で、これは、これ同心円形ですね。今、b も b-1 も正なんで、これ同心円形です。だから、で、これ、展開すると、ab-b。で、右辺は ab-a になります。ですね。で、これ、a と b 入れ替えると、こうですね。こうなりますね。で、今、これ仮定してますから、ああ、また消えてしまった。何をすると、あ、で、今、これ仮定してますから、仮定してますから、これ正しいわけです。ですね。だから、この不等式切られます。で、b 分の a が、ここに1個、b マイナス1個ありますから、全体で a、b 分の a の b 乗が出てくるという形で欲しかった、解が得られるということになります。すいません、なんか、挙動が不審で、ちょっと、これ全近的に等しい、これ消したいんですけど、消す方法がわかんない。まあ、置いといて、そういう形で、得られるということになります。よろしいですかね。という、ちょっと変な機能法をやってるんで、皆さんちょっと自分で考えるときには、まあ、なんでこんな変な機能法を、もちろんやる必要はないんですけども、私はこれでやってみたっていうだけなんで、で、多分、教科書とかにもですね、こんなやり方は多分書いてないと思うんで、普通に皆さんやってみたらどうなるのかってことを考えてみてください。よろしくお願いします。はい。で、上階と下階をご紹介したという形で、二項係数の話はこれで終わりになります。はい。じゃあ、あとですね、残った時間。あ、あんまり残ってない。二項定理の話をしていきます。ですね、ああ、もう嫌になっちゃう。ですね、二項定理、これですね。これは、有名な二項定理で、x プラス y の n 乗。で、n は自然数、0以上。自然数。で、これを展開するとこうなりますよ。で、その展開の中に二項係数が現れますよっていう、これよく知られている定理です。で、この x と y は、複素数でいいです。皆さんなんか、まあ、実数の場合、これ成り立つってことはよく知ってると思いますけども、まあこれ証明してみると全然実数であるっていう、性質使ってなくて、まあ複素数でも成り立ちますよということがわかると思います。で、まあこれは演習問題にしてあって、まあ N に関する数学的の方に先ほどやったパスカルの規則っていうのをうまく使ってあげるとよろしいということになります。で、このややこしいのはですね、この和の範囲であったり、N チューズ K っていうのがちゃんと定義される、N と K の範囲っていうのをちゃんと追っていくってことが重要なので、それは皆さんやるときに、しっかりと考えていってください。で、今からやるのはこの二項定理を使っていろんなものを導くっていうことです。で、一つ目。このような、等式、導きましょうと。任意の0以上の自然数に対して、N チューズ K の K に関する0から N までの和っていうものが2の N 乗になりますよと。いうものです。これはですね、二項定理の式において、x イコール y イコール1とするとすぐに得られます。なんでかというと、x イコール y イコール1とした二項定理の式はこれですね。で、二項定理と書いて、もう一回書いてみると、x プラス y の n 乗が、a から0までの n。n チューズ k。x の k 乗、y の n マイナス k 乗。で、こういうものを、覚えなくてはいけないかとかって言われると、まあ、覚えなくていいですっていうのは私がいつも言うことなんですけども、覚えようと思わないでください。今私なんかスラスラ入ってますけども、これはなんか長年やってるから覚えてしまっているだけで、覚えようと思って覚えたわけではないわけですね。で、覚える必要というのは全くないので、それは皆さんちょっと、肝に銘じておいてほしくって、何か覚えようとするほどですね、無駄な努力はありません。どうせ忘れるんだから。だから、覚えてるっていうのは、ただ単にそれは、そういう状態があるだけであって、ま、それに無理になる必要はないということです。で、こんなものは忘れてしまったら調べるか自分で証明すればいいだけです。そういうものだと思ってください。で、それは置いといて、これが、二項定理で、この x と y に1を入れると、1プラス1の n 乗が出ます。で、これは2の n 乗ですね。
あ、2の n 乗が1プラス n 乗で、この展開を使うと、x と y のところを1としてこう出てきます。で、1のなんとか乗っていうのは、これ必ず1ですから、まあ、この式において消えて、n チューズ k の和が残ると。で、これが左辺です。ということですね。よろしいでしょうか。で、こんな形で、まあ、二項定理を知っていれば、こういう等式も簡単に証明できるということです。で、今からですね、ちょっと、問いたいのは、これも、2の n 乗っていうのは、そのなんか n を変えていくと、なんか増加していくような、なんかこの自然数列なわけです。だから、これ2の n 乗、これなんか数えてるわけです。ってことは、左辺も何かこれ数えてるわけです。じゃあ、これは何を数えてるんでしょうっていう、組み合わせ的解釈を通して、この等式見てみましょうと。で、そうすると、まあ、まずは2の n 乗なんでしょうと。これはですね、だから今、n 個のものの中からいくつかに色を塗る方法のソースです。で、この何個に色を塗るのかってことは指定していません。何個でもいい。で、今ここに書いてあるのは n が4の場合です。で、4個のものがあって、まあ、黒いものがあって、それのいくつかに赤で色を塗ってると。で、まあ、塗らないものがあってもいいし、その4個のものはこれ区別されているというふうに思ってください。で、そうするとこれで全体で、2の4乗、これ16個ですね。ってなってます。なんでかっていうと、この一つ一つのものに対して塗る、塗らないっていう選択があるわけです。だから、一つ目のものを赤にするか、黒のままにしとくかっていう二つの選択がありまして、それは二通り。で、二つ目のものも赤のままか黒、えっと、あ、黒に、黒のままか赤にするかって二通り。って形で、この、塗り方の総数っていうのは、塗り方書けない。塗り方の総数っていうのは、今の考え方をすると、2×2×2×2 になるわけです。で、これ2の4乗ですね。ということで、その n 個のものの中からいくつかに色を塗る方法の総数っていうのは2の n 乗になるってことは、このような形でわかります。いいですか？で、これを違う方法で数えているのが、この左辺なわけです。で、これは和ですから、先ほど言ったとおり、場合分けなわけです。場合分け。で、この K によって場合分けしてるんですけども、K が何を表しているのかっていうと、この N 個のものの中から何個に色を塗りますかってことを、この K によって定めているということになります。で、その K を0から N まで動かしていると。で、それによって何個色を塗ってもいいですよっていう状況を全部考えているというふうになっていると思ってください。で、これはこんな感じです。例えば、まあ、この図はどういう気分で書いているかというと、ゾンビを消しまして、K が0の場合、1の場合、2の場合、3の場合、4の場合、こういう形で場合分けをするわけです。で、K が0の場合にはどれにも色を塗りませんと。で、その方法の数っていうのは N チューズ0ですよというふうになるわけです。で、K が1の場合には1個のものに色を塗りますよと。その方法の総数は N チューズ1ですよというふうになるわけですね。ですか？で、最後見ると、4つのもの全部に色を塗ります。N チューズ4ですよという形になって、N チューズ0から順番に N チューズ4まで足すと、この左辺の量になって、これが、によって、N 個のもののいくつかに色を塗る方法をすべて満たしている、すべて、尽くしているということがわかるので、右辺の量と等しいということがわかるという数え上げによって証明ができるということになります。よろしいでしょうか。だからそういう証明もこれにあるというふうに思ってください。はい。ではですね、例題に。1以上の自然数に対して n チューズ k にマイナス値の形状をかけたものの和が0になると。ちょっとこれ分かりにくいかもしれませんので、ちょっと例書いてみると、時間があるかと。n が4の場合っていうのは、これは、n、あ、4チューズ0マイナス4チューズ1プラス4チューズ2マイナス4チューズ3プラス4チューズ4イコール0。こういう式ですね。で、n が3の場合、例えば、この場合は3チューズ0マイナス3チューズ1プラス3チューズ2が0と、こういう式ですね。で、例えばこれ計算してみると、これ、1、3、1、あ、分かったぞ。これと足りてないです。すみません。1じゃない。ちょっと。ああ。だってマイナス3中3です。抜けてます。すみません。イコール0となります。で、実際にこれはやってよかったですね。で、3で1。なので、これ0となりますね。4の方をやってみると、これが、1、4、6かな？ 6、
4、1ですね。だから、正の方が8で、負の方も8だから、これ0ですね。いいですね。という形で、まあ、これ N が何であったとお願いいたします。で、これもですね、二項係数じゃなくて二項定理を使えば簡単に証明ができまして、まあ、こんな感じになると。二項定理の式何だったかっていうと、もう数学と、x プラス y の n 乗イコール、あ、書かない方がいいな。書かないです。書かないです。ここでは書かないです。次に書きます。で、まず0っていうのはマイナス1プラス1の n 乗です。で、ここが成り立つためにちょっと n は1乗にしてます。ちょっと0の0乗が何だかちょっと不安なので、n を1乗にしてます。で、二項定理を使うと、これはこうなると。で、ここで書きたかった。二項定理はね。x プラス y の n 乗イコール、k が0から n までの n 中図形の x の形乗 y の n マイナス1乗。これですね。で、この x にマイナス1を入れて y2 乗入れたのがこれであるということですね。で、そうすると1の n マイナス1乗、これ1ですから消えまして、マイナス1の形乗は残るということで、証明ができましたということになります。はい。で、まあ、これもですね、組み合わせ的解釈あるんですか？二重の関数で証明できますか？ってことになるんですけども、ちょっとそれはですね、演習問題にしてるので、ちょっと考えてみてください。ちょっとこれはですね、難しいかもしれないですけども、まあ、考えてみてください。はい。で、例題3。これでは何かっていうと、n 中図形の二乗を足します。で、それがこの 2n 中図 n になるっていう、こういう等式ですね。で、これは、今から二項定理を使う証明と、組み合わせ的解釈による証明の2つをやります。でですね、まずじゃあ二項定理を使って証明しますね。で、それはですね、先ほどのように、なんか、x プラス y の n 乗の x と y に何か適当な値を入れることによって証明するっていう形の証明法ではない、違う証明法です。ので、ちょっとそれも今後使えるようになってほしいなというふうに思います。で、どういうふうにやるか。まず、二項定理やりますね。で、まずこの 2n 乗を考えてみます。すると、先ほどまで n 乗だったんですけど、2n 乗を考えてみます。で、y は今1にしてます。そうすると、先ほどの二項定理からこれは、n のところは 2n になったらこういう式になりますね。で、y は1です。そうすると、1の 2n マイナス形乗、これは1ですから、まあ、消えてこういう形になると。で、これ何かっていうと、これ、今これ x の方って言うんですけども、これは何なのかって言われると、これはですね、x に関する多項式なんです。x を変数とする多項式なんです。で、まあ、実数は、一枚言っとくと 2n ですね。それ多項式です。で、その係数が 2n 中で k になっていると、そういうものですね。で、今じゃこの、多項式の n 次の係数を見てみましょう。ですね。xn 乗の係数は何かっていうと、この、k が n なので、2n 中で n になります。ですか？今これ多項式がありまして、その xn 乗の係数は 2n 中で n だと。で、今から何をするかっていうと、この x プラス1の 2n 乗っていうのがあるんですけども、この展開の方法として、今のように二項定理を使わずに、別の方法で二項定理を使って展開します。で、展開した結果は、ここに書いてあるように、x に関する多項式なわけです。で、その多項値の係数が違う形で出てきます。で、そうすると、実は、その違う形で現れた多項式の xn 乗の係数が、この左辺の形になるということを見ていくということになります。それをやってみます。じゃあ違う形で展開するんですけど、どうやって展開するかというと、この x プラス1の 2n 乗っていうのを、x プラス1の n 乗、x プラス1の n 乗だとみなします。で、この x プラス1の n 乗に、二項定理を適用するということをします。で、こうなります。今、この左の方はそのまま適用してるんですけども、右の方は先ほど K だった文字を L にしてます。それちょっと区別するためにそうしたと思ってください。だから本質は変わりません。ですかね。で、これは X に関する多項式。右も X に関する多項式です。で、それを、まあ、これ展開するんですけども、どうするか。まあ、これはだから、展開するとこういう形になりますね。この二つの和が二重に出てきて、中身が積で現れると。x の形乗、x の n 乗の積は x の k プラス n 乗です。ですかね。で、これでおしまいですね。で、これは、まあ、この x の k プラス n 乗の前になんか、s がついていて和になっているということになっているわけです。じゃあ、これの、だからこれだから x のに関する多項式なわけです、これ。
多項式で、これも展開終わったわけですね。多項式。で、じゃあこれの xn 乗の係数なんでしょうっていうふうに思うわけですね。でそうすると、この、じゃあ今日の k たす l がイコール n になるのはいつですかと。今その k と l 二つとも動いてるから分かりにくいんですけども、k プラス l が n になるのはいつですかというふうに考えるわけです。で、そうすると、まあ、こんな感じになりまして、何かっていうと、今、ちょっと、もう少しちゃんと書こうと思うと、まあ、これ、k プラス l が、n とすると、今、k を一つ決めると、l は n マイナス k になるわけです。ですか。だから、今、この、k プラス l が n になるような k と l の組み合わせっていうのは、これ、たくさんあるわけですね。で、それらの候補全部集めてこなくちゃいけないんですけども、k を一つ決めると、k を一つ決めると l は n マイナス k にならないといけないわけです。だから k は0から n まで動くんですけども、それに伴って l は n マイナス k にならないといけません。で、そうなっていれば、この、x の型に乗っている k プラス l は必ず n になります。で、そのような部分の係数の和を全部持ってくると、こうなるわけです。ね、n チューズ k と n チューズ n マイナス k が。l が n マイナス k になっている。で、k が0から n まで動くと。こういう形になっています。これが x の n 乗の係数です。よろしいですか？で、今ですね、ちょっとこれは見栄えが悪いので、ちょっとこれ変形していくんですけども、n チューズ n マイナス k っていうのは、初めの方にあった、対称性から、これ n チューズ k と等しいです。ですね、でそうすると、これ n チューズ k がこれ2つ並んでますから、n チューズ k の2乗が出てきます。で、先ほど言った通り、これが xn 乗の係数になるということが分かったわけです。で、これが先ほど計算した前のページの xn 乗の係数と等しいので、これは 2n チューズ n と等しいという結論が得られましたということになります。よろしいですか？ちょっとここの xn 乗の係数を導き出すところは、冷静な考えが必要なんですけども、ちょっと自分でももう一回考えてやってみてください。はい。ではですね、今、この等式を証明するもう一つの方法として数え上げでやるんですよということも言ったんですけども、じゃあ、ここでは格子導を使ってやっていこうと思います。で、まあ、あんま細かいことは言わずに、アイデアだけをお伝えします。この 2n チューズ n っていうのは、これ00から nn へ至る格子導の総数です。だから、今これは、この図においては、ここは00で、誰か出る。ここは0で、これ、今これ55なんですけども、だからこれ n が5の場合。の図になっています。で、こうなんか格子導がこうなんかあると。そうですね。で、この格子導っていうのは、ここで、今緑で書いてる、この対角線ですね。この対角線上の点を必ず通ります。で、一度しか通りません。対角線上の点を必ず一つだけ通ります。で、この、斜辺っていうのは和ですから、これは、これ倍分けなわけです。で、何を使って倍分けするかっていうと、この対角線のどの点を通るかによって倍分けをするということをします。で、それがこれです。00から nn へ至る格子導の中で、kn-k を通るものの総数が n チューズ k の2乗になってます。なんでかっていうと、まあ、こういうふうに見てほしいわけです。で、今、どういうふうに書いてるかっていうと、ゾンビが、その k が、どこになるのかって形でこれ倍分けしてるんですけども、これ k が、k イコール、x 座標が k だから、0、1、2、3、4、5と、こういう形になってますね。こういう形になってます。で、例えば、この4、1っていう、点を通るような格子導は、どのようにこの5、5という点に向かっていくかっていうと、この黄色いところに収まるような、格子導をまず通って、この4、1という点に至ります。で、そこからは、この黄色い部分ですね。ここの中を通るような格子導を使って、5、5に行くという形になるわけです。で、そうすると、この黄色いところの形っていうのは、これは全く同じなわけです。ですね。で、一つの、部分、これ見てみると、これは、00から k、n-k 至るっていうふうに言ってるわけです。で、そのような格子導の総数っていうのは、これは n チューズ k だったんです。これは、計算してみるとわかります。ということで、片方の、黄色い部分には n チューズ k、でも片方の、黄色い部分にも n チューズ k、こうあるので、全体として n チューズ k の2乗個
ていうのが一つの場合から選ばれてきて、それが、立ち合わされて、斜線の形になるということで、この等式が得られるということになります。はい。よろしいでしょうか。では、最後まとめですけども、今日お扱ったのはこのような内容で、格言2つありました。組み立ての等式は解釈で理解しましょうということと、全金公式難しいので、上階、下階、使いこなせるようになってくださいということになります。はい。それでは、今日の授業で終わりになります。ありがとうございました。